イスマイル・イサコフは、キルギス共和国の軍人、政治家、暫定人民政府の元国防省、参謀総長、国防総統を歴任、中条、キルギス人、おシシュう、アライスキー地区、ソプコルゴン村出身。1973年、VI レーニン名称多試験と高等諸兵科、共通式学校を卒業。2000年から2005年、ジョゴルクケネシリ法院大議員。 国家安全保障問題委員会委員長。ベラルーシカザフスタンキルギスロシアタジキスタン議会館委員会対外関係安全保障地域協力上任委員会副委員長。2002年から社会政治運動アスカルアカエフの対人国民のための改革の本部長調整官。2005年3月24日国防総補佐官。 2005年3月25日から2008年5月26日、国防省代行、国防省。2008年5月26日から10月10日、キルギス安全保障会議初期。2008年12月、金銭の不法割当により起訴。2008年12月24日、統合国民運動政治局員。2008年から2009年5月、キルギスタンジャヌイ党書記長。 2009年5月8日、全ポストを解任され、除籍。2010年4月8日、ローザオトゥンバイバを主犯とする、暫定人民政府の国防省に任命。技術政府発足後の7月20日、国防省を辞任。武勲に対するメダル、三等、申し分のない勤務に対するメダル、軍事協力の強化に対するメダルを受賞。バト建築名誉市民、ありがとうございます。